カレンスは、韓国のキア自動車が1999年から生産、販売していた小型 m p v である。2006年に登場した2代目より多くの市場で、キアロンドを名乗る。初代フロント初代リア1999年登場。発売当時のキャッチコピーは21世紀ミレニアム。発売当時は 1800cc エンジンのみの、 設定だったが後に 2000cc エンジンを追加。リアウィンドウ周りのデザインが初代トヨタ・イプサムに酷似しているとの指摘がなされている。日本ではカーニバルと共に2000輸入車ガイドブックに輸入予定車種として掲載されていたが、結局導入されなかった。2002年登場。韓国ではカレンス2を名乗る。初代のビッグマイナーチェンジという扱いだったため、 形式は RS 型を踏襲している。またクロスオーバー風の派生車種、エクストレックも販売されていた。マレーシアでは、ナザの国産車ナザチトラとして、現在でも製造、販売が行われている。2009年には、フェイスリフトが行われて、アウィ風のワンモーショングリルが採用された。二代目フロント二代目リは2006年5月の、マドリードモーターショーでデビューを果たした。 全長4.54メートルで、欧州使用車にも初めて三列シートが採用されている。外観は2005年秋のフランクフルトモーターショー及び2006年2月のシカゴモーターショーで公開されたクロスオーバーのコンセプトモデル、マルチ S に似たものとなっている。また、先代まで導入されていなかった北米市場にも、ロンドの名称で初めて投入された他オーストラリア市場では、 カレンスからロンドンへ社名を変更している。マレーシアでは2008年からナザによる現地生産が開始され、ナザチトラツーロンドとして従来のチトラと併売されている。3代目フロント3代目では2012年のモンディアルドロトモビルでワールドプレミア。翌2013年のソウルモーターショー初日である3月28日、韓国市場で発表、発売を開始。 51ヶ月の期間と、約2200億オンの費用を投じて開発。計算とプラットフォームを共有する。サイズは、全長 X 全幅 X 全高イコール4525メートル MX1805 メートル MX1610 ミ、mm、リメートル。ホイールベースは2750ミ、mm、リメートルと3代目より、さらに拡大。エンジンは仙代に存在した V6 を廃止し、全車自家4となり、 2.0リットルニューグディエンジン、1.7リットルユーニクラディ、1.6リットルガンマエンジン等が搭載されている。2016年9月にマイナーチェンジを実施。外装やホイールなどが新衣装となる。2018年7月、販売終了。後継者はない。ありがとうございます。